どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はこちらの 8mm 映写機を紹介したいと思います。はい、今回紹介するのはエルモの E80 という機種ですね。見ていただいてわかる通りかなりねレトロなものですね。これがね昭和29年に発売されてるので約70年前とかの映写機です。まだちょっと状態とかもね見れてなかったりするので、まあ、そういったところをね見ながらちょっとね紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ本体ね見ていきたいと思います。本当にねこうクラシックでかっこいいですよね。箱もねかなり昔のものって感じしますよね。中ちょっと破れちゃったりしてますけどもね、こうベロあってこうレザーのねクリップがあったりと、やっぱりね重厚感ありますね。でまずここにアームが2つついてますね。まあ、いつも紹介してるようなね映写機だと、まあこう右左とねついてると思うんですけども、これに関してはこう上下になっていて、こっちが映写したいフィルムをつける方で、ここから通してこっちにこう巻かれていくような流れになりますね。でもう一個違うところで言うと、このバネがついてるんですね。通常ねこれしまうときはこのバネをねこんな感じで外して、グッとこんな感じで収納するんですけども、使うときにこのアームをこんな感じで広げてもらって、このバネをプーリーに引っ掛けてあげると、貼る状態にすることによって、まあ、ベルトと一緒ですよね。これがこう引っ張られて回ることによってここが回転するというものですね。でここがセットする部分ですね。ブロケットが2個あって通すところに、ここがレンズですね。でこの下にねクラッチっていうボタンがあって、要はこれをねレバー下げると、このフィルムをコマ送りにできるっていうものですね。でこの上の部分、ここにねフレーミングつまみ、こういうのがついてますね。で正面のこの部分でいうと、これがオンオフの切り替えですね。でこの隣がランプのオンオフですね。ちょっと硬いんですけど上にするとつきます。でここが、フィルムのスピードですね、調節するつまみで、これがね、ランプの明るさを調節するところですね。でこのつまみが緩めることによって、この下のね足を出すことができて、こんな感じで高さを調節できるものですね。でこの横にあるつまみが正転と逆転の切り替えのつまみですね。で裏がこの電源ソケットですね。これがねネジ式になってるので、ネジで回してギュッと固定ができます。じゃあ実際に今度動かしてみようと思います。よいしょ、おお、ついてますね。こんな感じでここも回ってますね。ちょっとね逆転もやってみます。おお、すごいすごい、ちゃんとここも回ってますね。うん、速度も上げられる。いやすごいですね、70年前のものでもまだちゃんと動きますね。フィルム装填してちょっと映写ねしてみたいと思います。まずこの付属の巻き取りリールですね、これを下にですねこんな感じでセットします。でここを倒してロックですね。で次映写したいフィルムをここにセットします。レギュラーダブルのタイプの 8mm しか対応してないので、こういったフィルムですね。穴の方向はね、手前側ですね、ここにはめて、で要はここからこう来るんですけども、ここのセットが難しいです。まずここ、こんな感じで外します。そしてここも外します。でここの部分はこんな感じでちょっとね一定時間開けることができますので、これで緩めてる時にここに通すという感じですね。こんな感じで時計回りの方向にセットします。結構ねリーダーフィルム長くしとかないと尺足りなくなると思います。こうですね、通します。パチンと固定したら今度こっち、大切なのはこのたわみをねちょっと作った方がいいですね。こんな感じではめて、ここの部分、ここにちょっとたわみをこんな感じで残します。でこちらも同様パチンとセットしてあげます。これでセット完了ですね。じゃあ動かしてみたいと思います。まあ、一応ねフィルム自体は遅れてるんですけど、ちょっとこのたわみの位置変わっちゃったりとかするんで、ちょっとちゃんと映写できてないのかもしれないですね。暗くしてちょっと映像見てみたいと思います。やっぱりね使った後結構ランプの熱持ちますね。まあすぐにしまわずにちょっとね使った後はしばらく置いといて、まあ、冷ますまでね待った方がいいと思います。
はい、実際にねこちら使ってみました。まあ、ところどころね不調あったんですけども、一応ねフィルム映写までできたので、今回ね、非常に貴重な映写機を引き取らせていただいて、まあ、本当に良かったなと思います。でこちらの 8mm 映写機なんですけども、当店で無料引き取りっていうのをやってます。まあ、タイミングだったりでね、こう機種も限ったりしているので、事前に一度ご連絡いただきたいんですけども、例えば今だとね年末年始の掃除で出てきて困ってるとか、まあ、その引き取らせていただいた映写機でね、こういった感じで皆様にご紹介したりもできますので、ただ処分するよりね、有効活用できると思いますので、ぜひ一度ご検討いただけると嬉しいです。まあ、こんな感じでね、今年もやっていこうと思いますので、引き続きデジタルライトチャンネルをよろしくお願いします。